医療での敗戦の後、劉備を失った蜀は呉と和議を結ぶ。だがこれは双方にとって葬儀を警戒してのものに過ぎなかった。冷たく硬直していく呉蜀の関係。そんな中、諸葛亮は疲弊した蜀の立て直しに尽力した。やがて体制を盤石とすると、諸葛亮は劉禅に北伐を奏上。自ら主力となる軍を率い、葬儀が支配する漢中へと進む。だがこの時、諸葛亮は呉に対し一抹の不安を抱いていた。果たしてこれを好機と見た孫武は蜀へと侵攻を開始する。これに対し蜀は皇帝劉禅が自ら出陣、永安で孫武を迎え撃つ。従軍する正妻月英も守るべきもののために覚悟を燃やす。主力不在の中、蜀の将士は孫武を退けることができるか。呉が攻めてくるとは困った。皆で力を合わせ何とかしてほしい。この戦、策で敵の主軍を叩きます。家計部隊お願いします。それで何か、敵が何か仕掛けてきたようだ。放っておいてはいけないな。手加減は難しい。これでなんとか、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 私たちは敵本陣を狙うぞ。いざ進め。兵器を入れ、なんとか。
敵を退けましょう。トラ戦車隊前進。これで何とか、これで何とか、手加減は難しい。これで何とか、されすぎました。仕方ありません。他の手を打ちましょう。ご立派なお方、感服しました。
ぞ。進軍するぞ。こっちが目指すのは敵本陣だ。このままでは本陣が大半だ。どうしたものか。困った。これで何とか手加減は難しい。これで何とか私の知略が破れようと。進行、諸葛亮殿の読み通りだね。さあ、俺たちで追い返すよ。景色、殺せ。諸葛の軍が突き止めに行ったか。これで、と頑張るかもしれない。とか勝てたようだ。これで後も諦めてくれると良いのだが。